認画面を出そうと思ったんですけど。申し訳ないです。申し訳ないです。ちょっと今なんかトラブルでちょっと2人やからさ。放送が切れちゃったんですけど。切れたんですかね。はい。再開しました。出した方がいいかなと思って、はい。確認画面を出した方がいいかなと思ってね。あ、2人で。そうですね。って思ったらちょっと操作失敗しちゃった。見てる方いらっしゃったらぜひねコメントお願いします ね、 そうですね、はい、あ、これですね、はい、コメント来てますかね。いやいやいや来てないな、うん、まあしょうがないな、まあじゃあ続けましょう、はい、はい、うん、でなんだっけ、はい、とじま言えて、あ、そうそうそう、それぞれね、はい、そのやっぱり自分たち曲書いて、はい、まあ活動自分たちでね活動して、うん、はい、本当にやっぱりそれぞれ持ち味もあるんで、はい、それぞれがなんか、うん、やっぱりそれぞれにファンがついて、はい、うん、それぞれがばっかりやけどね、うん、やっぱファンの方いらっしゃいました。そうですね、やっぱり、定着したファンっていうのが見に来られてて、はい、なかなかみんなやっぱりこう、はい、ね、このなんだろう、こう毎月毎月、うん、もうね何回もライブこなして、はい、ね、スケジュール組んで、うんうんうん、ね、はい、こなしてこなして、うん、ね、その間にね合間に曲作りもして、はい、うん、頑張ってますよみんなね、うん、はい、はい、そういうことで、うん、みんな頑張りましょう、はい、でもあれですよね、はい、女の子3人組っていうのは3人組じゃないですけど、はい、3人組じゃないけどね、ちゃいますけど、うん、やっぱ、うん、固まるとなんか効果がそれぞれこう響き、なんていうか女性はそういうとこ得ですよね、うん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 、なんかね3人いたらかける30倍ぐらいになりそうな、そうですね、うん、なんかでも3っていう数字って、うん、はい、なんかいろいろ基本になってますよね。そうですね、バランスいいですね、すごいね、奇数、うん、何でもそうですよ、はい、ね、芸能界でもそうなんですけど、はい、ね、いろいろね、はい、中3トリオであったりとか、古いな、トリオとか、はい、そう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 、トリオってそうなん、はい、なんか基本的にそういうなんか基本になっていることが多いですよ、ね、そうですね、ランス、メキとかね、ね、ガオズンズンチャーズンズンズンチャってね、はい、でなんかこうね物事を、はい、こう論じるっていうか、こう語るときにも大体み、3っていう数字が、うん、例えばね、まあ音楽にしても音楽の3要素っていうのがあって、ほう、何でしょう、基本になるものがね、はい、で音楽の3要素っていうのが、うん、メロディー、はい、ハーモニー、はい、リズム、おお、なるほど、うん、3要素ね、うんうんうん、そういうのがあったりとかね、はいはい、あとまあ音楽番組なんでね、まあそういう音楽で基本的に言うんですけど、まあ音の3要素とかね、はい、はい、うん、音の3要素っていうのが、うん、まあ、音の大きさ、大小、はい、まあ、音量ですよね、はい、で音の高低、はい、音の高い低い、はい、で3つ目が、はい、音の、はい、倍音構成、はい、これは難しい、大体 音の3要素って言って、うん、音、まあ、音の作られ、まあ、要は音は何で作られてるかという、まあ、3つの要素、はい、まあ、まあ音の3要素なんですけど、大体音の大小、音の高低までは大体分かるんですけど、うん、はいはい、音を決めるその 3つ目の要素っていう倍音構成っていうのが結構、はい、結構大事だったりとか、うん、うん、はいはい、倍、うんうん、音ですね、もっとその詳しい説明しましょうか、その倍音構成とか、時間大丈夫ですか？時間大丈夫ですよ。はい。うん、今日はメインのお話が、ね、うん、控えてるんじゃないですか？うん、しっかりした。ですね。しっかりした。それかまあ簡単に言えばね、はい、結局音の倍音構成っていうのは結局、音っていうのは基本的に例えばまあここにボン叩きます。音叩きます。例えばこれが音ってまあ周波数、まあね、400Hz であったりとか1キロとか、へ、まあ、ヘルツで表したりするんですけど、ね、高低をね、高い低をね、うん、はい、で数字が大きくなれば音は高いわけじゃん、で低いヘルツ数が低くなれば低いんですけど、うん、例えばポンと叩いて、これがまあ例えば
ラーの音だとしますは、ねはい、楽器で言う鍵盤、はい、でラーの音だとしたときに、はいはい、ラーの音、まあ400、まあ、例えば A 基本の A、まあ、440Hz 音が出たとして、はい、バイオン構成っていうのは基本的に叩いて出したときにその440に対して、はいはい、その周辺の音っていうのは必ず出てるわけですよ、うん、440に対して倍の880、はい、まあ2分の1の220とか、はあ、それの、組み合わせ方によって、音っていうのは、うん判別される、はあ、例えばそれがピアノの音であるのか、はい、ギターの音であるのか、うん、例えば人の声であっても私の声なのか強さんの声だと、うん、全然違いますよね、うん、違いますよね、うん、それが倍音構成なんですよ、うんうん、倍音がたくさん含まれてるほど美味しいとかそういう、うん、あそうですだから倍音が、うんはい、そうなんです多く含まれるほど豊かな音と、ね、いう表現ができる、ね、そんな話を聞いた覚えが、うん、聞いたことがある あれは料理の話だったか、うん、音の話だったかどっちかかなみたいな、これはまあ音の産業の中、まあ、重要であっても、はいまあ、もう一つ本当に言ったら、うん、はいエンベロープ、まあ、音の立ち上がりとかその辺っていうのも、出てくるんですよ、うん、例えばピアノの音とストリングスの音を比べたときに、音の立ち上がりと減衰の仕方っていうのは異なるわけじゃないですか、うん、その構成っていうのも、結局音の判別に大事な要素でやって、はあうん、例えばピアノだったらポンって叩いたときに立ち上がりアタックがポンと先に出て、うん減衰というのはストンと落ちるわけですよ結局ピアノの音って、はいうん、サスティンが要は音が伸びないわけじゃないですか、うん、でもストリングスの場合だとふわっとこう要は立ち上がりがゆっくり立ち上がって、はい、減衰もゆっくりしていくわけですよ、はいうんうん、意味が分かるよねちょっと専門的になってるそうですよちょっとだんだんであんまりだからあんまりしないでしないでおこうかなっていう、はいまあ、それがまあ音の産業でなんでそこまでいくのかなって話だったけどまあ基本、うん、まあ何でもそうなんですけど3つの要素っていうか3っていう数字っていうのは、はいはい、基本的にやっぱり物事をこう、まあ、論じたりとか語るときには一番大事な、はい、ものなんだろうなっていう話、うん、最小単位ってやつですね何でもそうだ、まあ、多分多分色にも3要素ってあるじゃないですか結局あります色の 3原色っていうのはねはい、うん、とかあったりとかねだから別に音楽に限ったことじゃなくてそう、うんうん、3っていうのは基本いろんなものを語る上ではい、はあはい、というね余談でしたはいはいまあまあどこやねんほんでそうやさイベント話行ったんですねはいあれ24日がはい、同じ東洋カドモナーって4階広場で、はいキッズグルーヴなら2014と、はい、いうことで、県内の、はいダンススクールダンススクール、はいはい、ダンススクールから、はいまあシーターが小学生から中学生かな、はいうん、の子たちが、集まって指導に集まって、うんまあはい、イベントを行ったんですよ。もちろんこれも、はいダンスとキッズダンスとキッズダンスか、はい、すごいよなキッズダンスな、まあ、その合間に、うんはい奈良のアーティストミュージシャンの、はいまあ、インスタライブもありまして、ええ高校生のカホ、はい、カホちゃんねおう、うん、と奈良県奈良市の重利みりが2人来てもらってライブをしてもらったんですけどね、もちろん重利みりには奈良県奈良市月で、うん、奈良県奈良市月で、はいはい、というねなんかコメントが、はい、コメントがタイムリーなコメントが来ています、うんはい、オイドも風呂から出遅れたでごわす、うん、何もやねんって入ってんけど男を挑んですかね ね困って男を挑んですよね、はいはい、難しい、はい、そうなんですよほんで、まあ奈良市も来てくれて、はいまあ、いろいろ子供たちにもみくしゃにされてましたけどねうん相変わらずですか人気はそう人気です ね奈良市はねもうすごいねでもそろそろ全国区に
行きたいっていうか全国区にね飛び出していかないと、うん、うん、はい、うん、カフちゃん高校生やったん、うん、高校生やねん、せやねん、高校今高3かな、うん、うん、確か、うん、うん、もう受験だね、でもね考えてみたら、はい、うん、うん、高校生です。でもちろんダンスの方も、うん、ダンス部門とボーカル部門があったんですよ。はい、で、はい、もちろんダンスの方はもうもちろんダン、まあ、ダンスだけっていうか子供、うん、全然ダンスだけなんですけど、はい、ボーカル部門っていうのもあって、はい、新大宮の、はい、ダンスゾーンっていう、まあ、ダンススクールあるんですけど、はい、そこから、まあ、中学生の子が、うん、歌で出てくれて、うん、もうその子はね今年3回目なんです。毎年このイベントやってて、はい、このイベント3回目なんですけど、1回目からずっと出てくれてて、はい、で今中学2年生になるのかな、うん、それがすごい今回ねバックダンサーも引き連れてね、はい、来てくれてね、ほうバックダンサーバックダンサーそう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 、もう すげえなと思う高校生中学生、あ中学生、うん、中学生がバックダンサーを引き連れて、え友達じゃないの、うん、友達っていうのはスクールの子でしょうね。ああスクールの後輩、うん、ひょっとして 後輩かどうかわからないけど、いやいややっぱある、うん、あるでしょうね、あのほらみゆちゃんだって後輩いるじゃないですか、小学生の、うんうんうん、ね、あのモデルのね、まあまあね、はい、ね引き連れて、引き連れてあんな感じかな、引き連れて、うん、もうな安室奈美かとか思え、うん、ああなるほど、例えて言うとそれ、じゃあ結構実力派、例えて言えばね、そう安室奈美とスーパーモンキーとかあれだねとか、あの子供キッズダンスストリート系めちゃくちゃすごいよね。そうですね、なんか見たかったわ、残念、うん、で私がねでも、はい、あそうその言うの忘れや、キッズダンスで、まあ、私 そのエデンフィールド が主催なんですよ、うん、はいはい、まあ、それを、まあ、そのやりだしたのが、はい、きっかけがちょうどね、はい、2012年かな、ちょうどエデンフィールド1月に、はい、1月31日に起業して、はい、まずエデンフィールドで、まあ何をしようと思った時に、はい、ちょうどねあの4月からその2012年4月から中学校で、はいはい、あの体育の授業でダンスが導入されて、うん、されるっていうことがあって、はい、これはこのなんかこう例えばね、はい、学校でまあダンス、まあ、もちろんするしますし、中学校でするっていうことはやっぱりもう小学校ぐらいから今日、まあ、やる子もいるでしょ、はい、もうで、まあ、こんな、うん、なの、うん、でもちろんそう、そう、でもちろんそうなると、まあ、ダンススクールも増えてくるし、うん、ね、人気ですね、で、ね、練習、まあ、スクール練習して学校でも練習して、はい、例えばその、はい、やっぱり練習したらやっぱ発表の間が必要じゃないですか、うん、うん、はい、まあ、またその発表の場があるっていうことがまだモチベーションにもなると思うので、はい、うん、でなんかこう表現できる場所っていうのがその別にその学校とかスクールとかでもちろんやってるとは思うんですけど、はい、やっぱりもっと公の場でなんかそういうのができないかなと思って、うん、あのイトーヨーカドーのその担当の、はい、祭事マネージャーに相談して場所を借りることになったん、はい、うん、うん、うん、そやね、出演者は出演者はどうやって集めたんですか、え出演者はどのように、出演者、はい、出演者は結局ダンスくんな県内のその、うん、ダンスゾーンさん、はい、とダンスソックス、はい、そのダンスソックスはあやみ家、はい、にあるんですけどね、はい、はい、であとはあのワールドダンススタジオ K、うん、これは東生駒に、はい、でそこを、うん、まあ、それぞれ、何チームか出してもらってでしたんですけど、まあ、やっぱり子供たちのやっぱイベントっていうのはやっぱ人も集まりますよね、まあ、親御さんも含めて、そうだね、うん、まあ、そんなとんなで、はい、無事に終了したということで、うん、はい、振り返り以上。
はい、振り返りで30分次になっちゃった。そう28分でしょ、もう。ん？え？もう28分ですよ。ほう、うん、そうなんですよ。うん、はい、相変わらず脱線しますね。はい、ではそうなんですよね。とりあえずとりあえず1曲目曲をね、はい、あの先ほどもその24日キッズダンス、あのキッズダンスイベントで来てもらったそのシゲートシミリの、はい、この日ね、シゲートシミリの新曲発表でもあったんですよ、はい、イベント。新曲が出ましたか。その新曲ね、はい、はい、ついにそれもね、はい、新曲発表、まあなんでここで書けるかって言ったら、はい、まあ私が書いてるからなんで、ね、そういうことですね。はい、はい、第2弾ね、第2弾でも2弾のことないか、うん、はい、第2弾、まあそう第2弾なのかな、うん、一回ね、ほんならちょっと聞いてもらおうかな。はいよ、どれだっけな。あった、聞いて、よいしょ、よいしょ、聞いてもらおうかな。いいっすかね。はい、しげとしみりで手のひら聞いてください。
はい、しげとしみりで手のひら聴いていただきました。はい、この曲、つよしさんどう、かえどうしたんですか、どうしたんですか、はい、いやいやいや、はい、どうですか、この曲なんでしょうね、まあはい、私が、まあ、曲書いたんですけど、にしても可愛らしいですね、ごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね、はい、この曲はね、まあ何年前だっけ、はい、奈良で1300年祭あったの覚えてらっしゃいます、うん、覚えてます、もうかれこれ4年前、何年前になります、あれってじゃあ4年前だ、そんな経つ、ね、4年前だ、2010年だからね、えすごいね、そうですね、なそうだよ ね, だね、なんとなんとだから750年から1300年祭だからね、はい、そうだね、経済だね、うん、そうだね、やった時に、はい、1300年祭の、はい、シンボルマークって覚えてますか、どんなだっけ、角が生えてる室坊でしょそれは千とこ、うん、あれはシンボルじゃない、シンボルマーク、シンボルマークじゃない、うん、はい、何でしたっけね、こんな手のひらのマーク、あーこれね、あーあった、そう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 、はい、それで大仏の手のひらね、そうなんですよ、はい、なんか奈良1300年祭、1300年祭を機に、はいはい、なんかこう奈良の、うん、その曲、はい、そのご当地とかっていうんではなくて、はい、なんかこう奈良のイメージソングが作れないかなと思って、はいはいはい、作った曲で、うん、はい、で、まあ、シンボルマークがちょっと手のひらだったんで、うん、そのまま手のひらなんですか？え？あ、そうなんですね。うん、はい、うん、タイトル手のひらで、はいはい、そうなんですよ。で、まあ、作ったんですけど、はい、まあ、ただ歌う人がいなかったんで、ずっとお蔵入りしてた。うん、で、あと、ね、はい、奈良の歌姫、しげとしみりのおかげで。奈良の歌姫、ミリちゃんのおかげでちょっと日の目を見ることができました、はい、これ歌詞はここにあるんですけれども、ね、ありがとうございます、はい、感謝感謝ね、なんかコメント来てますね、はい、ね、うん、読みましょうか、この歌良いよなーって、はい、うん、歌や奈良にぴったりの歌やなかなか評判がなかなか評判、はい、いいね、だいはい、うん、ね、はい、ね、コメント来てますけどね、はい、みんな同じ人ですよね、このコメントは。ああ、そうなんですか。いや、なんかたくさんの人から、ね、称賛の声を寄せられてるのかと。いや、本当によかった、ありがとうございます、本当にね、はい、そうなんですよ、手のひら。いや、でもね、うん、まさかこの手のひらがね、いやいや、私、上がってたんで、見てるんで、聞いてるんで、はい、はい、はい、で、まあ、ね、歌手の、ね、彼女が歌ってるので、うん、温かい感じにする、ね、歌詞だなと思ってたんですけど、まさか大仏の手のひらと思わなかったんでびっくりしました。いや、まあ、新聞が大仏の手のひらで、はいはい、まあ、そのなんだろう、こう、うん、こう1300年祭を気にして、まあまあ、皮肉ではないんですけど、こう、はい、やっぱりこう保守的なのに対して、うん、なんかこうね、やっぱりもうちょっと前向きな曲を感じのものを作りたかって、はい、で、やっぱりこう、なんかこう、人との手、ね、はい、人の手って、やっぱりこう、まあ手相でもないですけど、はい、やっぱり人それぞれ、なんかこう、いろんなね、やっぱりこう、生きてきて、こう、なんかこう、シワがね、見えて あると思うんですけど、はい、なんかこう新しいものをこう作っていく手であったりとか、はい、そのでなんか今まであったことをこう受け継いでいくとか伝えていく手であったりとか、うん、その単にこう手だけではなくて、うん、そのなんかこう手と手をこう手から何かをこうなんて言ったらいいの難しいな要は、はい、なんかこう新しいものを作っていく手であってほしかったの、そのシンボルマークがこの、うん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 、まあ大仏の手なんだけどねいやいやいや、でも
そこはやっぱ歌手の歌い手のあれなんでしょうね、キャラクターというか、まあしかしあれですね、作曲編曲マサ、やっぱだからこうマサアキになってますけども、作詞、まあまあまあなんかでもね、奈良ってそのよく保守的で、はい、なんかよく行く街でって、まあね、言われるんですけど、はい、まだ余談になるんですけど、先日、昨日だっけな、なんかテレビでね、歴史的建造物の話を、はい、近代建造物かな、うんうん、もしくは東京駅の、はい、レンガの、あれじゃないですか、丸の内の建造物であったりとか、はい、で、この間ちょうど奈良ホテル、うん、奈良ホテル、うん、どっちの奈良ホテル、奈良のね、あの奈良ホテルね、はいはい、まあまあ、あれを建造したっていうか、はい、建築デザイナーの人なんか特集をテレビでやってて、はい、たんですけど、はい、なんだろう、奈良って昔のこう例えばこの話をこう掘り出していくと、はい、すごいなんか昔の方がなんかすごいなんか革新的っていうか、なんだこう時代の先端をねなんか行ってるような感じがあったんですよね、昔の方が、うん、なんか時代が進むにつれて、はい、なんかこう退化してるような印象があるんですけど、うん、はあはあ、私だけですかね、そういう、うん、なんか昔の方がなんかこうなんか時代の先端をこううまいこと捉えてたような気がするんですよね、うん、その奈良ホテルもそうなんですけど、その、はい、やっぱりその様式とこの日本のその木造建造物とうまいことこう融合して、はい、なんかこうまあ、作られてたりとか、そのうん、うんうん、なんか昔の方がなんかだいぶやばいですか、うん、なんかそういうねなんか印象があって、なんかこうもっとなんかなんだろう、保守的な街ではなくてもうちょっとね、もっと進んでいきたいなっていう、はい、うん、思いもあって、うんうん、この曲に込めたんですけどね。おう、だからまあ歌詞のね、その手はだから結局まあ未来を築いていくようなまあ僕らのこの手であってほしい、はい、手であったりとか、はいはい、うんうん、まあその未来を紡いでいく思いというか、今の思いをこう伝えていく手であったりとかね、はい、うん、そういうことを、ね、ちょっと歌詞の中には入れてあるんですけどね、うんうん、っていう、はい、うん、深いですね、そうなんですよ、うんうん、いやでもね、うん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 、やっぱりね、うん、変わり続けなきゃいけないと思うんですよ、はい、なんか有名な言葉にあるじゃないですか、世の中で生きてくる一番強い人間というか、はい、は生きていける人間は、はい、強い人間でも賢い人間でもなくて、はい、変わり続けられる人間、うんうん、はい、ってよく言いません私だけですか、聞いたことがあります、なんかありますよね、なんかごめんね、はい、ね、うん、なんかやっぱりね、やっぱりなんか世の中こう生きていくにはやっぱり変わり続けていかなきゃいけないのかなっていう、うん、やっぱ変われない人、はい、まあ、町で人間であったりとか変われない町っていうのは、うん、やっぱりそこでやっぱり止まってしまいますよね、うん、何もかもが、うん、そうね、まあ、うん、ね、うんうんうん、はい、ダメですかまあ私の意見なんで、はい、まあそれは人それぞれね、うんうん、ね、うん、まあ私はもうなんだろうこう新しくこう変わっていけ、同じとこにいるのが嫌な人なんで、はい、なんかこう常にこう自分を変えていきたいというか、うん、思ってはいるんでね、はい、はい、なんかコメント来てますかね、来てないですね、まあまあでも、はい、ぴったしの先ほどの曲の感想が来ておりますよ、はいはい、はい、まあそんなところで曲を聴いてもらいました、はい、はい、
まあ前回、今日はね、ほんまにでもエデンフィールドのこれからのことを話そうと思ったんですけど、はい、なんかあんまり、結構もうよ44分だ。やばいですね。あと15分しかないじゃん。15分でまとまる話ですか。まとまらないかもしれない。はい。じゃあね、もう、はい、次回に回しましょうか、エデンフィールドのこれからのね。ね。まあまあまあ、犬さんのあれなんで ね、はい、どうしても、ね、どうしその方がいいですかね。そうですよね。ゆっくり話したりね。はい。まあ前回まではね、私が音楽、うん、この音楽の仕事をするまでの、はい、いろんな、まあいきさつっていうかをね、うん、はい、生い立ちであったりとか、はい、まあいろんなその例えばその学生時代に漠然と思ってたことを、はい、うん、その形に成してきて、はい、まあまあ今があるんですけど、うん、まあ、それと並行してね、音楽以外の活動っていうのも、はい、やってきたっていうか、いろいろ考えてきたんですけど、まあこれはね、何年前だったかな、多分ね、まだ多分10年以上前だと思うんですよ、はい、大阪のなんか市民講座、大阪市の市民講座っていうのがあって、あれは、場所はね、大阪の御堂会館、はい、ご存知ですか。御堂筋の本町なのかな、あれは、うん、ああ、分かりますね、はい、御堂会館ではあって、まあ市民講座としてはい、著作権のその講座があったんですよ、はい、でそれを聞きに行ったわけじゃなくて、はい、たまたま私のね、知り合いがそこで講義するっていう、うん、講義するのに、はい、ちょっとまあ音響の機材とか必要だからっていうので、うん、まあ持って行って、はい、まあ一緒に講座聞いてたんですけど、でその方がね、まあその方っていうのが、まあまあ名前はちょっと言いませんけど、まあ結構なんだ、シンセサイザーとか、はい、そういうの、まあ巨匠というかね、まあ有名な方で、はい、ね、まずやばいですね。なんですけどね。で、著作権って、どうしたんですか。いえ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。全部記憶に残ってるなと、まあ。はい。ごめんなさい、はい、大丈夫です。はい、大丈夫か。はい。そうですか。著作権って、はい、まあ権利じゃないですか。うん。権利があるということは、はい、義務もあるわけじゃないですか。なるほど。普通考えたらね、うん、何でもそうです。はいはい、そうですね。世の中ね、そうです、ね、権利があるっていうことは果たさなきゃいけない義務っていうのが、はい、世の中にあって、はい、で著作権、まあ著作権っていうのは基本的にその著作物を、うん、著作者とか、はい、まあ保護するっていう言い方じゃないけど、まあその発生する権利なんですけど、うん、ということは著作者に対してもやっぱり果たさなきゃいけない義務っていうのがやっぱり世の中にはあるんじゃないかなっていう話を、うん、まあそのね、講義で話が、はい、っていうかあって、はい、まあ私もその時いろいろその話聞いた時にいろいろあって、はい、自分がクリエイターとして、はい、果たさなきゃいけないやっぱり義務っていうのが世の中に対して、うん、世の中に対しての大げさかもわかんないですけど、はい、はい、あるんじゃないかな。それはもちろん音楽だけじゃなくて、ね、はい、で強さんだってこうやってまあいろんな、はい、著作物をこう作られてるわけじゃないですか、うん、はい、っていうことそのやっぱりその権利と反対にやっぱりクリエイターそういうものを生み出す、うん、まあ絵もそうだ、まあこういう著作物もそうだし、もちろん特許とかであれば技術者やっぱりそういう新しい技術産業とか技術とかを生み出していくっていう対してはやっぱり義務っていうのがあると思うんで、はい、そのまあいろいろ私も分からなかったんですけど、はい、まあ、未だにまあ答えっていうのは全然見つかってなくて、はい、うん、まあやっぱり一応その答えも分からなかったんで、分からなかったんでっていうのはおかしいんだけど、まあそういう話を聞いて、はい、やっぱり著作
鍵っていうものをもっと勉強してみないとダメなのかなっていう、うん、クリエイターとしてね、はあはあ、やっぱりそのただ作るっていうだけじゃなくて自分の作品に対してやっぱり責任っていうのもあると思うんですよ、うん、作品に対するね、うん、それ言われると私もね、そうですか、うん、はい、ね、やっぱり商品だってそうじゃないですか、食料品でも何でもそうだけど商品を売るっていうことで食品に対してもやっぱり衛生上の責任があったりとか、はい、あるわけで、まあ作品に対する責任とかあると思うんで、まあそういう著作権権利についてやっぱり10年ぐらい前からちょっと取り組みっていうか勉強、うん、10年も見えてるんですか。そう、10年ぐらい前から勉強していろいろ、まあそういう関連のまあいろいろ試験っていうかそういう検定試験であったりとか、はい、まあ一番最初にだからその受けたのがそのビジネス著作権検定っていうやつね、ほうあったんですけど、まあ試しにそれ、まあその漠然と勉強してもしょうがないかなと思って、うん、なんかそういう試験があればね、はい、やっぱりね、うん、目標があれば勉強もするじゃないですか。そうですね、うん、でまあ受けてみて、はい、で取っていろいろまあうん、まあそうしてるうちに著作権だけじゃなくて、はい、いろんな権利、その例えばその特許であったりとか商標であったりとか衣装であったりとか、そういう、産業に関するそういう権利とか、はい、とも、まあ、いろいろ勉強しだして、で全般知的財産全般のねそういう、うん、あの勉強っていうかそういう試験も受けて、はい、うん、でまあ3年ぐらい前に知的財産アナリストっていう、はい、養成講座が、ね、まあ、養成講座ね、はい、あったんで、これはなんかね、まあ日本、うん、まあこういう、あらあらあら、ちょっと待ってね、まあ、養成講座っていうのがあるんですけど、まあ、多分2011年ぐらいからかな始まったんですけど、ああそんなに、うん、知的財産アナリストっていうのは、まあ、特許分野とコンテンツビジネス分野っていうのが、まあ、両方あるんですけどね、はい、まあ、両方とも講座を受けたんですけど、はい、要はその企業、いやあれは何年だろう、2011年ぐらいかな、はい、あもっと前だ、あ2011年ぐらいだ、ちょっと年数忘れたんですけど、企業買収するときにそのライセンス、はい、その企業が持ってる知的財産のライセンス価値っていうのを、はい、そのライセンスが欲しさに買収っていうのがね、はい、始まったって言い方悪いかな、なんかそういうのが話題になったんですよ、はい、うん、企業価値、企業を買収するにね、はい、まあ、だから、あれはどこだ、Google がモトローラを買収した時かな、ほう、うん、なんかそういう話があって、はい、でいろんなその企業がその経営運営していく上でそういうライセンスの価値っていうのをやっぱり把握しなきゃいけないし、そういう知識を持ってる人っていうのが必ず必要になってくるっていうので、はい、やっぱりそういう適材さんアナリストっていうね、職業を、職種の人間を育てていこうっていうのが行政講座の、はい、行政講座でね、はい、あって、まあ私も、まあ、受けて一応その認定をもらってるんですけど、はい、ね、立派な、お部屋に立派な免許証が飾ってあるのを見ました、ね、そうそうそう、まあ、でも活用しなきゃ意味ないんですよね、はい、まあまあでもね、取るだけでも、そうなんです、取るだけでもいいと思うんですけど、まあ、取るのも大変ですからね、はいはい、でまあ認定講座、まあ、取りまして、はい、まあまあ、何をこれからしていかなきゃいけないっていうのか、そう、まあ、ただ漠然と取ったわけじゃなくて、そのエデンフィールド、はい、の事業に対してっていうか、今後のエデンフィールドの事業の方向性に必要だと思ったから、まあ取ったんですけどね。だから、まあ来週、ね、ちょっとまたエデン
今週話すつもりだったんですけど、はい、まあ、来週エデンフィールドのこれからっていうので、はい、第2弾っていうか、うん、また話、今日は繰り上げで話を、まあその予備知識としてね、うん、まあその資格、まあそういう認定をね取って、うん、どういうふうに活かしていくかっていうのが、まあこれから、あ、来週、はい、話をしていければいいかなっていうのが、はいはい、思ってます。はいはい、まあ来週の予告として、そうですよね、まあそのエデンフィールドのこれからお話、はい、その上でまああとはもうやっぱり音楽をやっぱ軸としたそのエンターテインメントについて、はい、まあ私のまあその持論としてエンターテインメントについてちょっと話がしたいのと、まあそのやっぱりそのエデンフィールドとしてのこのプロデュース、どういうふうにプロデュースしていくかっていうか、まあそのプロデュースしていく上でのそのアナリストの知識っていうのをどういうふうに活用していければいいかなっていうのをちょっと来週に話していければ、はい、とは話していきたいと思います。はい、そんなこんなでね、はい、あと56分になっちゃってるじゃないですか、はい、ね、はい、もう早いですね、はい、じゃあ今週もねこんなとこで来週の予告編ということで、うん、はい、最後は、はい、はい、ほう、はい、最後はもちろん例のあれですね、あれですねって、あれですね、重俊みりの、はい、重俊みりちゃんの、うん、おかげで、はい、ちょうど時間的にですね、うん、はい、終わりにしたいと思います、はいはい、それでは、はい、今週もバッチリだぜー、バイバーイ。しゃっ。ほんまスパッといけるんだ。ありがとうございました。また来週。